超党官僚空手道二世会の中島です。今回は女性が大会において気をつけた方がいい点をいくつかお伝えしたいと思います。貴金属類はすべて外さないといけません。ヘアピン、イヤリング、ピアス、ネックレス、指輪、ブレスレット、その他につけている場合すべて外さないといけません。あと布製ですが、手首や足につけているミサンガのようなものも同様で外さないといけません。髪の長い方お気をつけください。ルールブックでは2箇所束ねていいと書いてあるんですが、ルールブックではポニーテールのみ記載されております。なのでポニーテールの場所、例えば根元ともう1箇所など2箇所が認められております。例えば前髪を束ねてポニーテールだとか、2つ2箇所でどっかで結んでるとか、そのような場合認められてませんのでお気をつけください。道着の下のシャツですが、ルールブック上、白の無地のシャツを着ても良いというような表記がされております。ほとんどの方はシャツを着ていらっしゃると思います。柄や色が入っているシャツではなく、白の無地のシャツを着るようにしてください。古い道着をお持ちの方、お気をつけください。胸元に紐で結べるようになっている道着は現在禁止になっております。試合で使う場合、根元から紐を切り落としてください。宗教上の理由などによりターバンのようなものをかぶらないといけない場合、ルール上認められております。全日本空手道連盟では指定のものがあるそうです。そちらをチェックして使用するようにしてください。今回女性が大会などで気をつけた方がいい点、いくつかピックアップしてみました。足りないところはルールブックを見て補ってください。場合によって実施要項などで認められる場合があるので、そちらは大会の方しっかりチェックをして出場してみてください。